本日1月31日火曜日はダダン BS アリーナ高岡店様にやってまいりました。 BS アリーナ高岡店はパチンコ640台、パチスロ392台、計1032台の大型店となっております。さあということで本日朝一から実践させていただいたんですけれども、その見ての通りミリオンゴッド神々の凱旋実践させていただきました。今日この頭につけてきたカチューシャがすごく神々しいなと思いまして、神々しいなと、そうでね、チャレンジさせていただいたんですけど、でこちらじゃじゃん見てください。 BS ジャーニーの高岡店さんは1月23日にリフレッシュオープン、同時新台入れがされたということなんですけど、なんとこの時にですね大人気の凱旋がなんと16台も増大されまして、計26台で、こちらのコーナーにダナザーゴッドハーデスを合わせましてゴッドコーナーができたんですね。そうで本日ももちろんすごい盛り上がりだったんですけど、私のこの表情から伺える絶好調査ぜひとも朝の様子からご覧いただきたいと思います。おはようございます。あ、取れそう今日の整理券じゃん、ラッキーセブン7番。なんかこう数字にも恵まれると今日はバッチリな気がします。頑張ります行ってきます。お願いします。よーし。そうなんかね、聞いたところによるとなんとゴッドがボックス化したときた、これだカードかな、なんか良くない。1001、こっちにしようここにしよう、ここにする。ということで本日私リポはこちらのミリオンゴッド神々の凱旋チャレンジさせていただきたいと思います。本日私がチョイスしたのはこちらの1001万台。なんかね区切りがいいですね、分かんない。で昨日がなんとゴッドゲーム赤当たり11回、36回、すごいね36回、これ多いよね。で今もうお隣さんが早速ゴッドゲーム突入してるのでいいなと思って羨ましく見させていただいてるんですけど、リポも早くゲットしたいと思います。そう初打ちなんでね、どうしよう、いい結果残します、頑張ります。早いな、なんかすごい、なんか割と皆さん、え、なんか本当に速いなんかだって私今こうやって横パって見ただけで4人のお客様が、朝なんですけどね、まだやばい、1、2、3、4、5、6、7、なんかこっから横見ただけで8人のお客様がゴッドゲーム中、やばくないなんかパッて見て光りすぎててびっくりする、本当にやばくない。頑張れって言って、頑張る頑張ります。やばいね、なんか焦る、こんだけなんかみんな出だしから好調すぎてやばい。お、2個目、変わったらいいかな、3個目。ちょっとなんか3個続いたら4個目来るんじゃないかなとか思っちゃったんですけど、いや
そう甘くはないね。なんかそろそろこれの話をしようと思うんですけど、カチューシャからこうつけるんですよ。でもこっちの方が神様っぽいと思ってつけてきたに、よし、これでちょっと一つ話すネタがなくなってしまった。やばい、やばくないですか。え、こんなもんですか、こんな感じですか。ほんと、やばやった。え、泣きそう、めっちゃ安心や。え、やばい、もう私ほんとに、だってもうこんだけしかメダルがなかったんですよ。あー、やばい、やったぜ。あー、嬉しい。すごい、これ赤7やったらスペシャルゴッドゲームって感じですか。すごい、やばい。やった、ナビに従えます。嬉しい。
最高です。ありがとう。最高です。ありがとうございます。緊張する。なんやろ、なんか心臓まで、もう心臓が伝わってくる。ということで本日は私もチャレンジさせていただきました。ミリオンゴッド神々の凱旋。そう、私もねこれだけ絶好調だったんですけれども、通路見ていただくと分かるように、私以上に絶好調でご予約されているお客様はたくさんいらっしゃいます。でこちらのコーナー、なんとですねミリオンゴッド神々の凱旋が増大されまして、であとはお迎えに設置されているアナザーゴッドハーです。このワンボックスがゴッドシリーズとなっているんですけれども、なんとディースジャーリーの高岡店様のゴッドシリーズ地域最大級となっておりますので、皆様もぜひこちらで楽しくご遊戯されてみてはいかがでしょうか。続いてやってまいりました、じゃじゃん、 CR スーパー見物語 in 沖縄4のコーナーです。さあこちらもですね先日のリフレッシュオープンで20台増大されたということで、なんとこちらのお気味4だけで60台と大量に設置されているんですね。でただいまのお時間も見ているとお渡り中のお客様はたくさんいらっしゃるということで、さすがです。大人気の梅シリーズ、皆様もぜひチャレンジしてみてください。続きましてはこちらまだまだ大人気となっておりますルパン三世ルパンゼントのコーナーにやってまいりました。さすがルパン三世大人気シリーズということで、ただいまもたくさんのお客様ご遊戯中となっております。皆様もぜひディースジャーリーの高岡店様のルパンコーナーでたくさんのお宝ゲット目指して頑張ってください。
ましてはこちら CR ガロ魔界の花ミストオブゴールドパーツ、まあ、そしてお迎えにはアナザーガロ設定されているということなんですけれども、ガロもまだまだ大人気の機種となっております。ただいまのお時間もね、デコードでご用意されているお客様たくさんいらっしゃるということで、皆様にはぜひこちらのコーナーでたくさんのホラー結果目指して頑張っていただきたいと思います。それでは本日の結果報告に参りたいと思います。本日は先日増大されたばかりのミリオンゴッド神々の凱旋チャレンジさせていただきまして、なんとゴッドゲームじゃん5回ゲットすることができました。イエーイ、パチ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 。そう、久しぶりになんかたくさん絶好調で遊戯することができたなとすごく満足しているんですけれども、私の周囲でご遊戯中のお客様とかかなり絶好調な様子ですごく嬉しい気持ちになりました。先日16台増大されて全26台と大量設置されておりますミリオンゴッド神々の凱旋、皆様もぜひ ESG アリーナ高岡店様でチャレンジしてみてください。で、そしてミリオンゴッド神々の凱旋が初打ちだったのであんまり演出が分からなかったんですけど、残りメダルが残りわずかな状態でゴッドゲームを引くことができてテンション上がりました。皆様応援ありがとうございます。さあ、ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。はい、ということで本日私もチャレンジさせていただきました。あなたミリオンゴッドごめんなさい。ごめんごめん。それでは本日の結果報告に参りたいと思います。本日はミリオンゴッド神々の凱旋、なんであなたゴッドハデスって言ってしまうんやろ。それでは本日の結果報告に参りたいと思います。本日は先日増大されたばかり